ギガ連射。さあ、今回やっていくのはこちら。クターの、ブラック、オア、ホワイト。ねえ、なんだかよくわからない。なんだかよくわからないけど、面白そうじゃない？すごい面白そうじゃない？黒と白のこの世界。ねえ、今までこうカラフルだったクターのキャラクターたちの、色を消し去って黒か白か。白か黒かはっきりせえということなんでしょうか。まあ、やっていきます。まずは、あらすじから。はい。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、グレーな空間に放り込まれても平然としている脅威の無表情キャラクター。チャームポイントでもあるカラフルな体色がわからなくなってしまうグレー空間に来てしまった。幕が開けるとそこはグレーなクターがいた。どうやらこの空間では自由に明度を変えることができるらしい。上下のボタンを押して明度を揃えて OK ボタンを押すと判定してくれるぞ。5% 以上明度が違うとゲームオーバーだ。うーわ。これむ、なんか、なんか頭使いそうだね。ゲームの遊び方。幕が開くと見本のクターの明度が徐々に変わっていくよ。よく見て覚えよう。幕が閉まると色変えクターが出てくるので上下のボタンを押して明度を調節しよう。見本のクターと色変えクターが同じだとスコアアップ。5% 以上違うとゲームオーバー。なんかあるな、ここに。このゲームのコツ。明度を完璧に感じ取るしかないが、君ならできる。なんだこれ？これはヒントなのか？これはヒントなのか？裏技的なスペースになんか、ねえ、わざわざこう、白じゃない、ちょっと白っぽい何かで、なんだこれ？励まし？今でもこんなのあったのかな？いや、このゲームだからだ、ありそうだよね。この、ブラックはホワイトだからこそありそうな感じの。ヒント書きでございます。他は多分ないよ、これ。多分ね。多分だけどね。明度&で見えるからっていうことだと思います。ただこれ、もしかしたらランキングないかな？ないかも。左下に今ランキングなかったです。ね。ランキングない系のゲームか。おっと。はい。はい。これ全然違う。ランキングもないし、オッケー、これぐらいでしょう。 90% と見た。90%ぐらい。オッケー。1クター獲得。これぐらいかな。オッケー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 。2クター。はいはい。はい。これ真っ暗じゃないの？真っ暗じゃないの？ああ、こっからまたもうちょっと、こんなもんでしょう。うおぉ、あー、なるほどねー。30% ぐらい。30は行き過ぎかな？行き過ぎだね。こんなもんじゃない。おお、なかなか。この色と同じぐらいだと思う。この色と。なんで。もうちょい。もうちょい。こんなもんかな。いや、これぐらいかな。ちょっと違ったか。虚無。精神修行だな、これはな。どうする？もうちょっと続ける？もう一回やってみよう。さっき何本までいったかな？
これ真っ暗。ちょっとわからん。真っ暗かな。パソコンの画面とかで有機 EL ディスプレイのとかは、黒の違いがよくわかると思うけど。おお、これよ、この 5% の。5% のっていうかさ、普通真っ黒にしないよな。これはね、10ぐらいじゃない？これは10ぐらいじゃないかな。何やってんだ、深夜に。何やってんだ、俺はこんな時間に。って思ったら負け。確かにね。これはね、これは美大に行く人とか、色彩検定受けたい人は、受ける前に息抜きにやってもいいかもしれんね。全然わからん。全然、わからんとは言わないまでも。合わせられんね。こう、カッコとしたものが自分の中にね、ほぼ同じに俺は見えてしまうが、ちょっと確かに薄いか。おほほ。5ぐらいじゃない？ 5 ぐらい。こんなもん。おー、まあいいよ。ピタリ賞欲しいね。これは白じゃ。これは白じゃ。これは白。おーい、おい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 。これはわからん。これはわからん。これぐらいか？あー、1% と 1% 違った。あと 1% ちょっと近ければって。これを見極めるのは難しいよ。このぐらいにしとくか。これ延々やってるの見るの半分苦痛じゃない？そりゃ思います。これもちょっとね。まあ面白いけど、あんまり長時間やるもんではないような気がするね。目が疲れてくるしね。ということで、ここまでにしましょうか。クターのブラックはホワイト。興味のある方はやってみてください。ランキング出ないんでね。自分が取る。これランキング出てほしいよね。逆に出てほしいよね。でも、これはね、多分ね、ズルはできる。ズルをしようと思えばできるわ。スクショ取っといて、その色と同じ色を取ってきて、ギンプとかで色取ってきて、ここを取って、みたいなして、で、目で合わせたら多分できます。255段階になっちゃうと思うけど、100% じゃないけど。だからできるから、ズルができるからおそらく、ああ、まあでも、時間制限つけてくれたらズルしようがしなかろうが、ズルしてる間に、時間がタイムアップになっちゃいそうだから、時間制限な、ありなら、普通にランキングありになってもいいかもしれないな、とは思うけど、まあね、ランキングないのでね、これ以上やってもね、上を目指すとかないので、この辺にしておきます。クターのブラックはホワイト。でした。ほなまた。